ジャジソンこと、ジャジソン・ロドリゲス・ダ・シルバは、ブラジル・パラナ州ロンドリーナ出身のサッカー選手。ブラジル・カンピオナーとブラジレーロ・セリエ A ・アトレチコ・パラナエンセ所属。元ブラジル代表。ポジションはミッドフィールダー。2003年より、アトレチコ・パラナエンセでキャリアをスタートさせた。2005年1月、ウクライナの FC ・シャフター・ルドネツクに移籍した。3月5日、 FC ボルスクラポルタバ戦でウクライナプレミアリーグデビューを果たした。シーズンの終わりまでに19試合に出場し6得点を入れリーグタイトル獲得に貢献した。UEFA カップ2008から09では決勝に進みベルダーブレーメン戦で決勝ゴールを決めこの試合のマンオブザマッチに選ばれた。UEFA チャンピオンズリーグ二千八から零九では FC バーゼル戦で、ハットトリックを達成した。UEFA チャンピオンズリーグ2010から11では、決勝トーナメント1回戦ファースト、レグの AS、ローマ戦で得点を挙げるなど、クラブ史上初のベスト8進出に貢献した。2012年1月に、母国のサンパウロ FC に移籍。2016年、中国、 高級リーグの天津県県へ完全移籍することが発表された。背番号は10番。2017年2月7日、わずか1年でブラジルカンピオナーとブラジレーロセリエへのコリンチャンスへ復帰することが発表された。2011年2月9日のフランスとの親善試合で代表デビュー。コパアメリカ2011のメンバーにも選ばれ、グループリーグ第2戦のパラグアイ戦で、 元祖のパスからミドルシュートを決め代表初得点を挙げた。ありがとうございます。